綺麗だね。なんかリアルビーボイスが映ってるからリアルなあそこみたい。お台場の、ね、なんかこういう下じゃなかった？木みたいな、うん、ね。この赤いやつは辛いから気をつけて。そうだね。遠いここ、入り口からね。なんかすごくいい感じなのにさ、うん、この風景があるよ。風景ちょっと上の方から撮ってあげて。うん、なんかここら辺めっちゃいい感じだな。見て、本当だ。ママはこれ食べな。いただきます。なんか美味しい。少し食べる、これ、うん、こんな食べれるかしら。え、美味しそう、これ。え、何ど、何これ、これかけんのか。え、ちょっとワッフルからじゃあ食べちゃうかな。すごくない？何か作ってるの上手だね。うん、上手。シーズニングが入ってるし、が食べたの。美味しかった。あ、そう。これはちょっと大人だ。え、リリア超ヘルシーじゃん、なんか。美味しい。これ美味しい。
やばい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 。何？あ、辛い。大丈夫。ペンフジ女。今食べそうな勢いだってね。取れないんだけど。はい、ありがとう。でもさ、ももちゃんって偉いね。あんま食べなくていいし、こういう時は。そうだね。え？何食べたいの？人の。はい、ん？人の。人の？一個？お米粉みたいな。え、なんかあった？あった。あそこにあった？うん。なんかお菓子あった？うん。わかんない、そんなの。どこにあるんだよ。お米棒？海苔は出んだろ。海苔のところらへん。ないかな。売ってきた気がするんだけど。お米棒さっきはあったけど。あ、飲み物のところのとこに。ない？飲み物持ってきた？飲むの忘れたかな。飲み物あった？飲み物。あ、よかった。あ、本当だ。ちょっとね、変な人がいたら困るからおいで。変な人いないけど、もっと人いたら怖い。ねえ、そうだよ、わかんないよ。電車電車、こっちおいで、こっち。最近すごいじゃん、切りつけとか。すごいよね。68歳とか。そう。流行ってんの？流行ってる。あれからだよね、きっとね。うん、あれからだよ。電車の？うん。じゃあここ。おいで。怖いね。66歳だっけ？ 68？ 66だっけ？え、どこ？うんちかめ。あ、そうだ、うんちだって。今だと隠れるねってちょっと宣言してた。ここの裏にすればいいの。あ、人が明るかやから。マラサドルさす。いや、炭水化物が抜けてる。すごいね、その人って。まあ、これやずっと炭水化物ばっかり。いるね。今日帰って大根食べよう。うん、あ、今日コロッケ作っといたの、昨日から。美味しそう。あ、あれコロッケやったの？マサだったと思った。冷蔵庫に入ってた。あと冷凍しといて。うん、なんかいっぱいできちゃって。でもコロッケもなんかあれだ、タンパク質がほとんどないし。あ、なんか美味しそうだね。全然普通だよ。なんかワッフルがさ、まあこういう感じのワッフルはいいけどさ、うん、そっちだともっと美味しいワッフルがいい。ね、どこでやればいいの？車？車か。で、お母さん富士みたいじゃない。なんでお父さんも富士みたいじゃないよね、もし。誰なんだろうね。あっち行っちゃったね。あったかいのこれだよ。ん？かわいいね。熱い。顔が焼けるかと思う。下の方もあったかいといいんだけどな。はい、いいね、一緒に遊んでくれて。
どうしよう、可愛くてリリア死んじゃいそう。可愛い。顔出すよ。モモタン。モモタン。ああ、すごい。一緒に撮ろう。スーパー癒しなんだけど、この2人。え、なんか言ってるよ、一生懸命。ももたん。なーなーって聞こえる。くそって、いいお客さんだったね。いや本当よ、私たちに目つけられたらもうそこね安泰だよ、ね、特にここはね、うん、いや本当それ思うわ。いいね、どこの店舗も思わない、思う。
遊ぶところが、うん、ないね。でもさ、ここ広いからいいんじゃない？ちょっとした公園みたいなさ、ちょっとしてさ、なんかいいんじゃないかな。でも寒くない？大丈夫？おいしい？よかったね。今日はいっぱい食べたね。お腹いっぱいでしょ。よかったね。すごい、なんか美味しい。ちっちゃいからいくらも食べれないんだよね。お姉ちゃんだったら3口ぐらいで食べちゃうけどね。それもらったけど美味しかった。それ美味しいね。ありがとうね、くれて。寒い？どこ食べたの？いや、どこだろうね。ここら辺かな、食べたの。今は兄弟同士のんびりしてます。そこに妹ベビちゃんもベビーカーでいます。モモアのおばあちゃんナナが見てます。モモアのひいおばあちゃんはお手洗いに行ってます。なので兄弟3人で今は仲良くしてますね。兄弟でいいね、ゆっくりしてて幸せね。お姉ちゃん幸せよ。なんだか妹ベビちゃん超いい子じゃね。なんかお尻濡れてる。さっきリラもちょっと思った。湿ってんだろ、ね、あそこでしょ。雨降った？今日降ってない。あ、そう、ただおむつで湿ってんじゃなくて。え、そういうこと？でも、あったかいね。めっちゃあったかい。なんか耳が右だけ熱くなっちゃって。